どうもママです。皆さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。この動画では、演技講師兼俳優の浜本信弘が日常生活に簡単に活かせる表現方法をお伝えしております。チャンネル登録、グッドマークの方、よろしくお願いいたします。ということで、本日のテーマはですね、中村玉緒さんから学ぶ表現する上で大切なことということでございます。中村玉緒さん、皆さんご存知ですかね？もしわかんない方いらっしゃいましたら、検索してみてください。大女優さんでございます。中村玉緒さんとですね、ご一緒させていただいた時のエピソードトークを踏まえて、まあ表現する上で大切なことを皆さんに伝えていければいいなと思っております。とあるドラマでご一緒させていただいたんですけども、2時間ドラマで中村玉緒さんが主演で、私がまあ犯人役でご一緒させていただきました。で、まあ私みたいにね、無名な俳優にはね、まあ主演の方、皆さんね、ずーっと大出演でされてる方って皆さんも本当に挨拶がご丁寧ですし気さくな方が多いのですけども、そうじゃない方ももちろんいらっしゃいます。で、中村玉緒さんはもう私みたいな早くというか名前も知らない役者に対してでもですね、もう本当に気さくに話しかけてくださって、なんていうんですかね、まあ世間話もたくさんしていただいた方でしたね。で、私的には嬉しかったんですけども、中井貴一さんには申し訳ないですけど、あなた若い時の貴一ちゃん似てるわねとかっていうなんか話とかしていただいたりですね、まあ嬉しかったことを覚えております。で、今日お話しするのはそのエピソードではなくてですね、僕がまあその撮影を全部オールアップ、僕の出番が全部終わった時ですね、スタッフさんがその日すごく忙しくてバタバタされてたんですね。だから僕の撮影が全部終わりましたよっていう時にですね、まあよくなんかあるじゃないですか、メイキングとかで浜本さんオールアップでーすみたいなシーンが、そういった形でなんかね、アナウンスがあるんですけども、それがなくですね、じゃあ次の現場移動しますみたいな形だったんですよ。そしたら中村玉緒さんがちょっと普段すごい穏やかな方なんですけども、声をちょっと張り上げてですね、ちょっと彼今日で終わりでしょうよってね、言ってくださったんですよ。それがすごくびっくりして、で僕のようなまあ本当にまあその作品だけでしかそれ以来お会いしてないので、その時だけお会いするような役者に対してもスケジュール把握されて、今日が最後っていうのをちゃんと把握されて、そういうちょっと気遣いをされる方は、これ予想です。ここから予想です。おそらく普段共にしてるスタッフさんとか、よく会うキャストの方とかには、もっと気遣いされてると思うんですね。で、もっと愛があると思うんですよ。だから表現がより豊かになる。自分の発言が相手に通りやすくなる。と僕は思うんですよね。その方の人間性とか人間力、普段のお付き合いがすごく気配り目配りができてる方で愛が溢れてたら、例えばまあ怒ってはないんですけど、その日ちょっと声を荒げてスタッフさんもちょっと疲れてる状態ですよ。はあ、疲れたっていう状態の時に、全然普段愛がない人がブワーって怒るというか、まあ声を荒げたら、だようるせえなってなるかもしれない。でも普段中村玉緒さんスタッフさんにもすごく丁寧に気配り目配りとか心遣いされてると思うんですよ。僕みたいな役者でもそうやって気遣いしていただけるんですから。だからスタッフさんが慌てて、あ、玉緒さん教えていただいてありがとうございますとか、浜本さんすいません、気づけなくてとかっていう、そういう姿勢にすぐなられたんですね。それおそらくね、玉緒さんが普段のお付き合いが丁寧だからこそ、急にちょっとみんななんとかでしょって言ってもみんなが納得するっていうことだと思うんですよ。なので日常生活に言えば、例えば上司の方が部下の方に、例えば今だったらパワハラとか、パワハラは良くないんですよ。パワハラとかは問題ありますけど、おそらくパワハラでああだこうだ言われる上司の方は普段からそうなんですよね。もし普段もうすごく部下のことを思って、でいつも親身になってくれて仕事もできてリーダーシップがあった人が急においなんとかだろって言ったところで、おそらくみんな、あ、なんとかさんがこれ珍しくちょっと声を荒げてる、申し訳ない、なんか俺やっちゃったかな、なんか謝んなきゃかなとか、教えていただいて親身になってそんな怒ってくれてありがとうございますとかっていう方向に普通はなると思うんですよ。なので、これ簡単じゃないですか。日常生活で普段から単純に当たり前のことを当たり前にする。お礼を言ったりとか、ありがとうって言葉を述べるとか、そういったことを普段からしとけば、自分が発言するとき、表現するときにより相手に伝わりますよっていうことでございました。
はい、ぜひね、簡単なので、僕自身もね、まだまだその勉強途中ですから、共にですね、それで人間力をアップさせるように皆さん頑張っていきましょう。ということで、ハマテレビチャンネル登録、グッドマークよろしくね。またね。ハマテレビチャンネル登録。